多発性骨髄腫は形質細胞腫瘍の一種であり、その中では最も患者数の多い、難治性血液腫瘍である。多発性骨髄腫は全悪性腫瘍の約1%、血液疾患全体の約10%を占める疾患である。発症者のほとんどが40歳以上と高齢者に多い疾患であり、高齢化に伴い患者数が増加していくと予想されている。 1997年以降に化学療法に変革が起き、その結果として生存率は改善している。多発性骨髄腫を含む形質細胞性腫瘍の全段階として意義不明のタンクローン性免疫グロブリン血症がある。また、症状がない段階としてくすぶり型骨髄腫が定義されており、症状のある段階は症候性骨髄腫と呼んで区別している。 多発性骨髄腫では、マガスから SMM を経て、症候性骨髄腫に至ると考えられており、治療は症候性骨髄腫になってから始められる。多発性骨髄腫は、肺中心で発生すると考えられている。肺中心は、免疫グロブリンの体細胞超変異及び、クラススイッチが起きる場所であり、変異が起こりやすい。多発性骨髄腫の発症の初期段階としては、 14番、染色体腸腕を含む染色体転座と高二媒体が知られている。染色体転座は患者全体の約40%、高二媒体は約50%、両方発生しているのが約10%だという。14級には免疫グロブリン H 細電子があり、転座によってアイエンハンサーの近くに移動したゲン遺伝子が 工場的に過剰発現して使用化すると考えられている。高2媒体では、奇数番染色体のトリソミーが確認されている。トリソミーが主要化を引き起こすメカニズムとして、クロモスリプ質が関与している可能性が示唆されている。加齢、男性、黒色人種、多発性骨髄腫種の家族歴は、発症率を高めるリスク因子であることが確認されている。 移民の比較で有意差が見られなかったことから、環境因子の影響は小さいと考えられている。職業関連では、農業、消防士、利用士、業務中の化学薬品と農薬への暴露もリスクが高くなることが報告された。生活因子では、タバコやアルコールは発症率と無関係だと言われているが、過体重や肥満はリスク因子だという。放射線被曝がガスまたは、 mm の発生リスクと関係があるかどうかについても研究されている。長崎大学が原子爆弾被爆者を対象にしたマガス研究によれば、被爆時の年齢20歳以上では、被爆線量と有病率に関連性は見られなかったが、被爆時に若年であると被爆線量が多いほどマガスの有病率が上昇するという結果になった。一方、 エルドラドのウラン鉱山労働者を対象にした研究では、ガンマ線曝露量は多発性骨髄腫の発生リスクを上昇させないという結論が出た。また、アメリカ合衆国の原子力施設4つの作業者を対象にした研究では、45歳以上の中高年の群では50ミリシーベルト以上で多発性骨髄腫の発生率が優位に増加することが確認された。 日本赤十字センターの鈴木健治は日本の労災認定基準50ミリシーベルトはこの米国での研究結果を踏まえて定められたものだと推測している。日本とイギリスの統計データでは50歳以上で高齢になるほど罹患率が高くなることが確認されており一般的に高齢者に多い疾患だと考えられている。また、マガス患者は 一般集団に比べて多発性骨髄腫や関連疾患になりやすいとの報告もある。ミネソタ州のクリニックのマガス患者を対象にした研究では、マガス患者が多発性骨髄腫や関連疾患になる確率は1年間あたり1%であり、一般集団の7.3倍の確率だった。また、血清 M タンパクの初期濃度と種類も多発性骨髄腫への進行リスクに、 関係しており、イム型とイガ型の M タンパクはイング型に比べて進行リスクが高く、血清 M タンパクの初期濃度が高いほど多発性骨髄種への進行する割合は上昇する。骨髄で形質細胞が主要性に増加することにより、モノクローナルな異常をガンマグロブリンを産生し、これにより、相タンパクの上昇が起こり、赤賃促進が進み、可燃腸症候群を起こす場合もある。 主要化した形質細胞が、破骨細胞を活性化し、骨芽細胞を抑制することで、腰骨性変化が起こり、骨痛や病的骨折、高カルシウム血症も伴う。また、正常増血も抑制され、貧血などの血球減少も伴う。異常産生されるグロブリン系鎖タンパクである、ベンズ・ジョーンズタンパクにより腎障害も起こる。多発性骨髄腫による骨の痛みは、 脊髄と暴れ骨に見られることが多く、運動をすることにより悪化することがある。同じ部分が持続的に痛む場合は、病的骨折を生じている可能性がある。脊髄に病変がある場合は、脊髄圧迫を引き起こす場合がある。多発性骨髄種では増殖した主要細胞によって、いるマイナス6が放出される。いるマイナス6は、 破骨細胞を活性化する因子としても知られ、イルマイナス6によって活性化された破骨細胞が骨を吸収、破壊するため、多発性骨髄腫に侵された骨をレントゲン撮影すると骨に穴が開いているように見える。また、骨の破壊によって血中カルシウム濃度が高まり、高カルシウム血症やそれに起因する様々な症状が発生する。 多発性骨髄腫患者で発生しやすい感染症に、肺炎、腎羽腎炎、体状方針などがある。肺炎の病原体としては、肺炎連鎖球菌、黄色ブドウ球菌、肺炎肝菌などがある。腎羽腎炎の病原体としては、大腸菌やグラム陰性細菌などがある。多発性骨髄腫が発症すると、抗体の製造能力が低下する。そのため、免疫不全が引き起こされ、 蒸気のような感染症のリスクが高まる。急性腎不全も慢性腎不全も起こりうる。その一般的な原因としては、高カルシウム血症や腫瘍細胞から異常産生されるグロブリン検査による腎量細管障害がある。その他の原因として、繰り返す腎右腎炎、腫瘍細胞浸潤などがある。M 蛋白の内検査部分はアミロイドを形成しやすく、 人子球体へのアミロイドタンパク沈着による人障害も起こり得る。骨髄種患者の50%以上に人障害が出現すると言われている。骨髄種で認められる貧血は一般的には性球性、性主規素性貧血である。骨髄における主要細胞の浸順とサイトカイン酸性により骨髄での赤血球酸性が抑制されて起こると言われている。 よくある問題として、高カルシウム血症による、液疲労感、脱力感、意識障害がある。頭痛、視覚障害、網膜症は異常産生されたグロブリンタンパクによって、血液の粘稠度が高まることにより生じうる。主要細胞が、脊柱管心順に心順すると、脊髄圧迫による、根性疼痛、膀胱直腸障害が起こり、さらに進行すると麻痺を生ずる。 また、アミロイドタンパクの蓄積によって、末梢神経障害を生ずることもある。一般的には、2003年6月に国際骨髄種作業班が発表した診断指針があり、世界的に広く用いられている。その後2009年4月に更新されている。なお最新版は2014年版である。2005年にインワグが発表した。 国際病気分類が広く用いられるようになった。中、2には以下の2つが含まれる。基本的に、症候性多発性骨髄腫が治療適応である。年齢と状態によって治療方法が選択される。従来 MP 療法や CB 療法が用いられていたが、近年ではボルテゾミブ、レナリドミド、ダラツムマブなどを組み合わせた治療法が標準的である。 以下の化学療法が行われ、DMPB 療法及び DLD 療法の推奨度が高いが、患者の状態に応じて、レジ面が選択される。以下は、分子標的薬を含む、近年に開発された新薬で、旧来の医薬品よりも、余命工場が期待され、そのうちいくつかの医薬品は2019年現在では、第一選択に使用される。以下は、治験中の医薬品である。 試験中であるため、エビデンスは乏しい。多発性骨髄腫種の第一例目は、1844年にサミュエル・ソリーが記載した39歳の女性の症例だったとされている。同じく1844年、ロンドンの内科医、ウィリアム・マッキンタイヤーは、胸背部と腰部の強い頭痛を訴える53歳の男性患者の尿に異常があることに気がついた。彼は内科医で、 法医学者のヘンリー・ベンス・ジョーンズにこの患者の尿を送り、解析を依頼した。1845年、ジョーンズはこの尿の異常成分が特徴的な熱行個性を示すアルブミン様の物質であることを発見し、ベンス・ジョーンズタンパクと命名した。この患者は3ヶ月の闘病後に死亡して、病理解剖されたのだが、ジョンダル・リンプルは、腰椎とあばら骨を顕微鏡で観察し、 血液細胞の約2倍の大きさで卵円系の細胞が存在したことを1846年に発表した。この細胞は後に発見された形質細胞と特徴が一致していた。1850年、マッキンタイヤーはこの疾患をベンス・ジョーンズ型骨髄腫として発表した。多発性骨髄腫という病名が命名されたのは1873年のことだった。 ロシアのジェイホン・ラスティスキーは病理解剖で骨髄に多発性の腫瘍を確認し、1873年の論文で多発性骨髄腫という病名を使用した。1930年代に血清や尿タンパク質の電気営動検査が導入。1950年代には免疫電気営動法によるタンクローン性骨髄腫タンパクの同定検査が開発され、 多発性骨髄腫の診断技術は著しく進歩した。1958年、ブローヒンラはサルコリシンが多発性骨髄腫に有効だと報告した。また、同年にメリファランが開発され、1962年にはカナダのダニエル・バーグ・セーゲルがメルファランを使用して多発性骨髄腫の初の治療成功例を報告した。その後、 シクロホスファミドも有効性が報告された。1969年には、レーモンド・アレクサニアンらが、メルファラン単独よりも、プレドニゾロンと併用した方が、治療効果が高いことを示し、MP 療法は、標準的な治療法として1990年代まで、使われることになった。1970年代後半からはいくつかの多剤併用療法が考案されたが、 1960年代から1990年代初頭まで治療成績はほぼ変化せず多剤併用化学療法は MP 療法より患者の生存期間を伸ばすことはできなかった。1984年、バート・バーロジーとレイモンド・アレクサニアンらがバード療法を報告、MP 療法に耐性となった症例などに使用されるようになった。また、 1986から1996年には、自家マス小血幹細胞移植と大量化学療法を併用する治療法が進展し、MP 療法では5%未満だった、完全走行率は約30%から40%まで上昇した。1997年、J フォークマンはサリドマイドがインターフェロンと共に、作用して多発性骨髄腫の細胞増殖を、 抑制することを報告した。これ以降、新薬の開発が増えサリドマイドと類似した構造を持つ免疫調節薬としてレナリドミドやコマリドミドが開発された。また、プロテアソーム阻害薬であるボルテゾミブやヒストンダツアセチル化酵素阻害薬であるパノビノスタトなども開発された。MP 療法は標準的な治療法として1990年代まで 使われていたが、日本ではメルファランが入手困難な時期が続いたため CP 療法が行われていた。1976年、今村幸男を代表幹事として骨髄医治療研究会が発足した。日本骨髄医研究会の前身となる団体であった。2013年、日本血液学会は増血器主要診療ガイドラインを発刊した。 2016年2月時点で、日本では、分子標的薬のウチサリドマイド、レナリドミド、ボルテゾミブ、ポマリドミド、パノビノスタットが承認されている。また、同年9月28日には多発性骨髄腫では、初となる、モノクローナル抗体エロツズマブも承認された。2018年、増血器腫瘍診療ガイドラインを改定した。 イム型免疫抗体酸性細胞であるイム酸性。B 細胞が腫瘍性に増殖する悪性腫瘍。病態はイムの増加によって血液の粘りが強くなる可燃腸症候群を起こす。症状は可燃腸症候群による眼底出血等がある。検査は血液検査ではイムが異常高値を示す。治療は主要細胞に対して MP 療法。 cp 療法、フルダラビンなどの化学療法を行い、可燃腸症候群に対して、血症交換療法を行う。血症交換療法は、血液の内細胞成分を除いた、液体部分の成分を交換する治療で、大量のイムを取り除くことで粘度を正常に戻して、症状を防ぐ。マガスは、かつては、量性タンクローン性ガンマグロブリン血症と呼ばれた、疾患である。 多発性骨髄腫やアミロイドーシスに移行する場合もある。骨病変、高カルシウム血症など多発性骨髄腫に特有な症状は認められない。BJP を認める症例も極めて稀である。厳重な経過観察が必要である。アミロイドーシスとは、アミロイドと呼ばれるタンパクが全身の臓器に沈着する疾患である。原発性アミロイドーシスは、 特定疾患に指定されており、新アミロイドーシスを合併すると予後は特に不良である。反応性 AA アミロイドーシスでは、基礎疾患の治療により改善を期待できるが、他の病形では予後を変える治療法はなく、対象療法のみである。近年、全身性アミロイドーシスに、自家造血幹細胞移植が有効であると報告され、日本においても一部施設で行われている。ありがとうございます。